どうも、新宿カボイ金木です。伊沢です。新宿カボイの中年の市長でございます。はい、ちょっとまたね、はい、気になるのは結構最近スクショしてるんですけど、スクショ、グリーン車で豚まん食ったセクシー女優の方がね、いろんなこと言われて、もう X やめますっつって、中止します。豚まん食ったって、食って、豚まん食って、グリーン車の中で豚まん食べますっていうのを多分載せたんだろうね、X にね、X にね、はい、そうしたら、もう何考えてた、匂いすごいだろうとか、グリーン車で何やってんだ、親戚行くえってこと、家じゃなくて、匂いがきついやつをそんなところで食べるの、そんなところで食べるの、はあ、謝罪したって。それで、いやー、なんかさ、もうすごいね、それもそんな、いやこの方は別にグリーン車乗ったのよ、うん、だけどこうね、周りほとんどいない状態だと、うん、だから、まあ、食べていいんじゃないかっつって食べたら、うん、食べたのをね、ちょっとパチッとやったら、うるせえよな、ほんとな。これってどうもマナー違反なことなの、グリーン車で豚まんを食べる。まあ匂いなんじゃない、まあ、別に、まあもちろん匂いね。で言ったら、あの大阪のあの多分有名なやつ、うん、そうでしょ、有名な、うん、だけど、どうなん、そんなに匂うの、人ってそもそも、まあまあどのぐらいあれなの、匂いはするけど、別に豚まんはダメだとして、ダメだっていう人は、うん、どこなの、カレーとかOKなの、そうだよね、匂いの種類がさ、草屋はまあもちろんない、まあ、草屋はちょっとあれかもしれないけど、俺全然気にならんけどな、もし豚まんの匂いしても、これさ、別に乗ってる人が言う分にはまだ分かる、まあ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 、そうそう、グリーン車に乗ってる人がね、関係ないさ、グリーン車乗ってない人が僕言ってるわけじゃん、そう、何でもかんでもさ、なんでそれをわざわざさ、文字打って本人に言うっていうのもさ、まあやるぞって、マナー違反なのかどうかも微妙じゃん。マナー違反とかだったらちょっとまだわかるけど、それこそまあ犯罪行為とかだったらさ、叩かれるのはまだわからんでもないけど、たまに匂いが強いと言いますから、気になる人はいるんでしょうねってフォロワーの人がさ、フォローしてるからさ、うん、いや中の人じゃないからさ、利用者の人に怒られちったって、すいませんわかる、マジだな、もういろいろ言われすぎてめんどくさってなったんだろうね、かわいそうね、なんだか難しいね、 SNS も便利な部分もあるけど、 なんでそんなさ言いたいんだろうね、暇なんだろうなと思って、単純に、本当だよね、この方もさ、多分これを載せて、すっげえ、キューピーすげえ、キューピーって今舞台でやってる、なんだっけ、金村、金村のなんかお祭り始まったのかなと思って外から聞こえてる、キュービーって声は外から聞こえてるんだよ、外から聞こえてる、2階だよ、ここすごいね、すごいな、キュービーの声が、いやだからこれでね、楽屋にも聞こえるほど大きな声で、ギャグやりましたっつって、X に押したら、それは楽屋にいる人にも失礼でしょうとか、ね、ちょっと楽屋がうるさいから静かに漫才やってくれって来てないやつが言うわけ、うん、そうそうそうっていうことやね、うん、楽屋の芸人迷惑かかるだろう、うるせえんだよ、キューピーキューピーキューピーって楽屋の人が迷惑だろうって絶対関係ないでしょ、関係ない人がねって言ってるわけでしょ、うん、いやー、本当にわけわからない世の中になってきたな、いやー、本当だね、食わしてくれよな、飯ぐらい、まあ別にね、いいと思うんだけどな、これだって、グリーン車乗ったことない人がいるのかな、わざわざ、いやいや、いいけどな、食ってだって楽しみに買ってさ、ね、まあね、お仕事なのかな、なんか分かんないけど、帰りなのか行きなのかも分かんないけどさ、まあ買って食べるってことは多分帰りかなんかなんだろうけどさ、マナー違反で指摘受けてるからさ、全然関係ない人間がさ、その投稿に文句垂れるのってマナー違反じゃない？ああ逆にね、全然関係ないね、お前知り合いじゃないだろ、うん、
それはいい、そのマナーはいい、どうなん、そっちのね、そっちのマナー、うん、本人だったらクレームとしてね、うん、あの当事者というかね、当事者ね、いいけど、うん、いやーすごいね、匂いの出ない豚まんが買いやすい、いやそしたらタバコみたいに、いや煙の出ない電子タバコみたいな、いや豚まんの電子豚まんみたいな、こいつの液体状の豚まん、いや全然食べたりしないでしょ、そんなまずそうだし、まずそうだよ、そんな豚まんの匂いだけを吸うんでしょ、そんな美味しくないの、匂いを嗅ぎたいから食うみたいなのもあるだろうし、ね、まあね、うん、そうそうそう、あ、すいません、あ、すいません、すいません、ありがとうございました、森さんでした、ありがとうございました、すいません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 、大変ですよこんなこと、もうえ、なくなってくんじゃない、これ SNS も、いや、SNS も、もう身近なこと言うのやめよう、SNS も本当にもういいやっていう人が出てるよね、絶対もう出てくるかも、うん、こんなことも文句耐えられない、だって一応 X が一番、あ、LINE か、 LINE が一番多いんだろうけど、 LINE も SNS と考えた場合、まあでも LINE は別に関係ない人にも、まね、うん、ないじゃん、まあ LINE もね一応そのなん投稿機能はあるけど、あ、まああんまり LINE それでなんか文句言う人はあんま聞いたことない、ね、うん、LINE はあんまりね、ね、その、うん、ヤフーか、うん、こう X かってね、インスタで文句言う人もあんまりないし、うん、いや、そのうち本当にいなくなるかもね、あのアカウントはあるけどもうやんない人とかね、また新しいの出てくるのか、まあね、そうなるとまたなんか出てくるんだよな、ミクシーやってた頃ってこんなあったっけ、文句言われて、ミクシーはあんまなかったっけ、ミクシーは、でもミクシーはそのそんなイメージはないけどね、うん、だから不特定多数の人が見れるやつじゃないもんね、ミクシーは、うーん、まあまだだから2ちゃんとかなんだろうね、当時で言えばね、うーん、大変だよね、大変ですよ、かわいそう、かわいそう、セクシー女優の方の情報を置いたい人どうすんだよ、ああそうね、ファンの人ね、そうそうそう、ファンの人ね、この方のファンの人もさ、そうそうそう、そんなくだらないことで、うん、停止になったらさ、かわいそうだな、ね、その人の情報が手に入らなくなる、手に入らなくなっちゃうじゃない、新作情報とかね、どうしてくれるんだよっていうね、うん、本当に、いや、マナー違反とは思わないんだけどな、俺新幹線で豚まん食べんのは、別に行くともいいけど、うん、そう、踊り出したとか、そんなんだったらマナー違反、うるせえとかね、そう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 、まあ、明らかにさ、うるせえのもあれだよ、そういうのなんだけどさ、でもどうなんだろう、でも実際本当に豚まん食ってる人いたらくっせ、くっくなよってなる可能性もあるんだよな、いや俺なんかいたような気するけど気にならなかったけどな、だからどのぐらい残るかにもよるよね、まあね、残りが、残りが、うーん、言っても空気をさ、清浄機ついてるでしょ、うん、これを文句、いや確かに匂いしてこれを文句言う人がいるんだと思ったぐらいだけどね、私はそうなるともうあれだよね、豚まん専用席とか作ってほしい、ね、ああそうだね、そこだったら別に好きなもん食っていいですみたいな、今あるよね、あの仕事ができる用のリモート席みたいなね、極力し静かに乗れる車両が一個ね、うん、そこ豚まん車両、豚まんとか匂いのきついもん食ってもいいです車両とかね、うん、うん、あ、まあ、あとね、焼肉屋のなんかこういう吸うやつついてるとかね。吸ってる席。焼肉もオッケーみたいな。焼肉もオッケーみたいな。それさ流行りそうだな。焼肉食べてる間に、まあちょっと火使ってるか危ないだろう。まあそれこそそういうね、銭湯ついてる。近めであったけどさ、風呂がついてるっていうね、新幹線とか。いいよね、風呂入ってる間に東京着くとかね。サウナ、サウナ。サウナ付きとかね。あ、いいね、需要ありそうだけど、はい、はい、おはようございます、おはようございます、おはようございます、はい、ありがとうございました、どうぞ、お願いします、はい、お願いします、はい